イヴアとは大正期から昭和初期の日本を代表するサラブレッドシュボバで日本で最初の種ボバチャンピオンである。イーブアとはイギリス中北部のことヨークの古名のことである。ヨークは少なくとも産業革命が起きるまではイングランド第二の都市であり、イングランド王室では王位継承順位、第二位の王子はヨーク公の称号で呼ばれる。 1814年生まれのイボアは、1817年の、イギリスのセントレジャーステークスの優勝馬である。イボアの決闘の端的な特徴は、誕生当時のイギリスを席巻していた、セントサイモン系の影響を全く受けていないところに、ある。さらに、セントサイモンが登場する前に7年連続、チャンピオンサイヤーになったハーミットも、決闘表には、一切出てこない。 とはいえ、コト都流の血統というわけではなく、父系はハーミットよりもさらに前に、チャンピオンサイヤーになったロードクリフデンであり、母系にもさらに古い時代の主流血統である、ストックウェルが入っている。イボア自身が遺留血統であるというよりは、イボアより、後の時代に、同系統が衰退したことで、結果的に当時のイギリスでは、時代遅れの血統になってしまったということになる。 祖父ペトラーク不景祖先のニューミンスター、ロード・クリフデンはいずれもイギリスの種ボバチャンピオンで、ペトラークはロード・クリフデンの3区の中で最良の競争成績を残した。ペトラークは2歳児にミドルパークプレートを勝ち、3歳児には2000ギニーとセントレジャーの2冠を制した。コバになってからはゴールドカップに勝った。ペトラークは種ボバとなって3頭のイギリスクラシック競争の 優勝馬を出したが、いずれも、金馬で、ボバの活躍馬には恵まれなかった。そのうち、同じロードクリフデンを父に持つハンプトンの方が、多くの活躍馬を出すようになって、ロードクリフデンの主流子孫の座をハンプトンに完全に奪われてしまった。父、ハクラー最終的な結果から見ると、ペトラークの後継主ボバの中で優れた成績を収めたのはハクラーだったが、 競争馬としてのハクラーは、下級のステークスウィナー止まりで、シュボバとしても全く期待されていなかった。ハクラーは、現役中の三歳の秋に売りに出され、八百ギニーでアイルランドの馬賞、ジェームズ・デイリーに買われた。そのままダブリンで十ギニーの種付け量を取るシュボバになると、中下級の競争で数を稼ぎ、八百九十八年には十頭の3区が二十二勝を挙げて、 アイルランドのタネボバの中ではトップに立った。とはいえ、アイルランドの賞金額は著しく低かったため、獲得賞金で序列が決まるリーディングサイヤー、争いには縁がなかった。3区が障害競争に登場するようになると、次々と障害の大競争を勝つようになり、1905年に全英の障害戦のリーディングサイヤーになった。 その後も1912年まで首位を維持した。平地競争では大レースには勝てず、リーディング争いには遠く及ばなかったが、数を稼いで1902年には勝利数ではガリニュールと並んでイギリス1位になった。さらに1903年と1904年には勝ち上がり等数で1位になった。しかし、イギリス国内でのハクラーの評価は、 壮熟な短距離馬のままだった。障害レースでも、3区のほとんどは3マイルが、適距離の限界で、ステイヤーと言える力を持った子はいなかった。平地でのハクラーの3区の最良馬は、2歳、ンバチャンピオンのララルークである。イボアの母の父であるロードガフは、ハクラーや、イボアと同じジェームズ・デイリーの所有で、もっぱら障害用にスタミナを伝える守護馬だった。ララルークは、 イボアの全屋姉でハクラーの代表産区でもある。ララルークは典型的な早熟のスプリンターで2歳児にアイルランドでフィーニクスプレートをはじめ後ハロンの重賞を勝ちまくり、この年のアイルランドの獲得賞金1位に輝いた。ララルークは繁殖品馬としても快速品馬アインハリを生んだ。このアインハリのに快馬サーコスモがおり、パノラマや ラウンドテーブルの祖先となった。ララルークや、イボアのハンアニになるサッコールは長く走った中級の、ハンデキャップホースで、チェスターフィールドカップや、チャレンジステークスに勝ったほか、当時の主要なハンデ戦であるケンブリッジシャーハンデ、シティサバーバンハンデ、グレートジュビリーハンデや、デュークオブヨークステークスで3着になっている。イボアが勝った最大の競争はグレートジュビリーハンデだが、 競争馬としての評価はむしろ2000メートルの競争で何度かレコードタイムを含む優秀な時計で勝ったことにある。イボアはララルークの一年下の全弟で1905年にアイルランドのダブリンで生産された。イボアは2歳のデビュー戦でアイルランドのレールウェイステークスに出て日着になった。2歳のレールウェイステークスの後は長い休養に入り、 3歳の5月に復帰して2勝した。2000ギニーやダービーには出なかったが、キングズプレートという小さなレースで9ストーン10ポンドを背負い1マイル1、4を2分12秒で走って優勝すると、3歳の上がり馬としてにわかに脚光を浴びた。というのも、この世代のクラシック戦線には、イギリス産のボバは活躍馬がいなかったのである。距離は、おおよそのメートル。 2歳の重要な競争はすべてヒンバが優勝した。3歳になっても2000ギニーを勝ったのはアメリカ馬で、その騎手はハンガリー出身だった。ダービーに出てきたのはそのアメリカ馬をはじめ、フランスから2頭、オーストラリアから2頭、それで勝ったのはイタリア人が生産したヒンバだった。そのシニョリネッタはオークスも勝ち、他にもヒンバのロードラが1000ギニーを勝ち、 レズビアもコロネーションステークスを勝って、セントレジャーに狙いを定めていた。イギリスの大馬の中では、ユアマジェスティとイボアがセントレジャーの候補と考えられた。シニョリネッタ、レズビア、ノーマン、イボアがセントレジャーの四強だと報じるものもあった。イギリス三冠馬を育てた調教師が一万ギニーでイボアを譲ってくれと申し出たが、馬主はこれを断っている。 しかしセントレジャーは、ユアマジェスティが勝ち、イボアは着外に敗れた。その後、イボアは、シアボローステークスを単走で勝ち、10月の末には2000、ギニー優勝場のノーマンを破った。だが、シーズン最後の大レース、ノベンバーハンデでは着外に敗れた。コバナルト、当時の大レースの一つであるグレートジュビリーハンデを2分2秒、3、5でレコード勝ちした。これは、 従来の記録を3秒短縮するもので、当時の新聞は尋常ではない記録だと報じている。この時の3着は半兄のサッコールだった。イボアは最初にトカチで種ボバになった。配合相手にはひどく恵まれなかったが、イボアはここで両席を収め、ひだかたね馬牧場へ移った。ここで優れた品馬に配合されて、たくさんの種ボバ、主品馬を出した。 競争馬の父としても数々の重傷勝ち馬を送り出して日本最初のチャンピオンサイヤーになった。明治時代になると日本にも西洋から馬が輸入されるようになった。しかし明治の中頃になると在来馬の改良が実際にはあまり進んでいないことが次第に明らかになってきた。例えば日清戦争では 国内から馬を群馬として挑発したのだが、実際に群馬としてまともに使えるのは3割か4割に過ぎなかった。このため政府は方針を転換し、農商務省が主導して国内に有料馬だけをつなぎようする国立種馬牧場を設立することになった。しかし、1904年の日露戦争でも馬資源の貧困差が大問題になり、 国立牧場は農商務省に代わって陸軍が指揮することになった。陸軍では毎年国立牧場へ送る種馬を購買するためにヨーロッパへ専門家を派遣した。イボアは1910年に国有種母馬として購入された。この時に購買した塩スメス馬の総数は83頭で品種別で見ると最も多かったのはもっぱら軍の牙に用いられる。 アングロノルマンで30頭、ついで10種のペルシュロンが19頭、中間種のハクニーが10頭などとなっている。サラブレットボバは4頭で、そのうち3頭は、当時空前の成功を収めていた、セントサイモン系だった。イボアだけが、セントサイモン系ではない田舎血統だった。国立種馬牧場というのは、国船の有料種ボバ、主品馬を荒廃して優秀馬を生産し、 これを地元に払い下げるというのが主な業務である。種ボ馬については、余生があれば地元の牝馬にも交配を許可したが、それには牝馬の側日程以上の資格が要求された。これらによって地域の馬全体のレベルを底上げしようというのが目指すところだった。当時、国立種馬牧場は東北と九州に一箇所ずつ設けられていた。 しかしイヴァが送られたのは翌年に新設される予定の北海道のトカチタネウマ牧場だった。トカチ地方はようやく開拓が本格化したばかりの時期で、原野の開墾や輸送用に住所場の需要が極めて高かった。一方、競争用の純粋なサラブレッドはほぼ全く存在していなかった。トカチ地方は北海道の中でも最後に開拓が始まった地域で、 入植が公式に許可されるようになるのは1896年からである。十勝種馬牧場は1911年に開業したが、当時の十勝地方はまだ開拓の真っ最中で、立木の伐採、抜根、搬出、土地の工作などに馬の需要が高く、特に割り木があって眼鏡な住種が好まれた。一方、当時の陸軍の基本方針として、 純粋なサラブレッドは脆弱に過ぎるとして生産は不推奨だった。むしろサラブレッドを適度に多品種と交雑することでサラブレッドの長所に眼検査を加えることができると考えられていた。当時の農家が軍部の方針に猛獣したというわけではないが、実際のところ当時の十勝地方には純粋なサラブレッド品場は数えるほどしかいなかったし、イボアもこうした。 洋雑種の牝馬と交配されることがほとんどだった。当時、シュ馬の優秀さの指標は、産区の出生率、産区の馬格などが重視された。特に優秀なもの品評会に出勤され、種馬となった。競馬に用いられるのはどちらかといえば、二流馬だった。この頃すでに、十勝地方でも、帯広、乙家、池田などで盛んに競馬が行われた。イボアの産区は、 各地の品評会で高い評価を得る一方、内地の競馬に出るものが現れた。雲イ、ハッピーデース、戦闘グスチンなどがこれにあたる。1917年にイボアは日高種馬牧場に移された。日高種馬牧場は形式的には九州種馬牧場が移転してきたものだったが、実態としては日高地方に新設された国立種馬牧場である。 日高地方は、十勝より模様手馬の導入が早く、優れた競争用品馬を使用する農家も少なくなかった。こうした品馬に荒廃されることで、イボアの産区からは次々と大競争を勝つ者が現れた。1923年7月に競馬法が施行され、馬券の発売が許可されるともに、全国の競馬組織が体系化された。このため日本では一般に、 翌1924年から種ボバの統計が始まる。イボアはこのリーディングサイヤーで1924年から1929年まで6年間に渡り、日本の種ボバチャンピオンの座に君臨した。イボア自身は1928年の夏に死んだ。骨格は農林省で保存された。日高ではイボアの銅像建設の計画があったが、 戦時経済に突入して物資が不足し、実現しなかった。リーディングサイヤー統計は、3区の獲得賞金の合計で競うのが通常である。しかし、日本の場合、昭和初期までは、賞金の合計ではなく、勝利数で順位をつけるのが通例となっている。理由はいくつか考えられるが、1936年に日本競馬会ができるまで、各競馬場は独立して、 運営を行っていたため賞金の高が一定でないこと、当時最も重要と考えられていた競争の一つである提出後商店は優勝場に賞金を出していなかったことなどが挙げられる。馬の毛色や黒影、青影も参照。馬の毛色は文化圏によって区別の仕方が異なり、特に黒影と青影の区別は難しく、日本と英語圏では大きく異なる。イボアの場合、 小国、競争国のイギリスでは、ブラウン、シュゴバになった日本では、黒影と登録されている。前述のハンプトンは、飼いネが7200ギニー、しつけ量が30ギニーだった。例外的に数頭のグランドナショナルカチウマがいる。しかし、当時の基準では3マイル程度の距離は、長距離とは見なされなかったのである。当時のアイルランドは、全土がイギリス領なので、 イボアは正式にはイギリスサンバということになる。文献によってはイボアをアイルランド産とするものもある。イギリスの中のアイルランド産と解釈すれば誤りというわけではない。トカチのサンバではこの時イボアが150ポンドを背負っていたとあるが他の複数の資料ではイボアは105ポンドイコール約4 7 5キログラムである。 二着馬は122ポンドイコール約55キロ、三着馬は112ポンドイコール約51キロだった。複数の資料が105ポンドと言っているし、二着のディーン・スウィフトが55キロであることから見ても、イボアが65キロものハンデを負わされるような成績を上げているわけでもなく、不自然である。よって105ポンドを採用した。また同書によると、 イヴァーはこの年シティサバーバンハンデで,で3着になったとあるが他の複数の資料からは3着には全く別の馬が入っているのでここでは割愛する。ここで言う種馬にはボバとヒンバの両方が含まれている。実際にはこれよりも早くから無許可で入植するものが相当数あった。こうした無眼入植はいわば不法行為であり地域によっては 正規の許可を得て、後からやってきた入植者のために開墾地を明け渡すような例もあった。しかし、十勝地方は広大であったため、そのようなことにはあまりならなかった。十勝では、現在の市街地のルーツが無岩入植だというところも少なくない。もともと北海道には馬はなく、江戸時代末期に南部場が持ち込まれたのがルーツである。 明治30年代にはかなり限定的ではあるが、洋手場を持ち込むものもあり、これらの馬の子孫がいた。現在とは獣医学技術の差などもあると思われるが、当時は馬の平均的な出生率は種付き100頭に対して、出生20から30頭というところだった。これより以前には、全国に無数の公認、非公認の競馬場があり、不定期に競馬が開催され、 審判や記録も不正確で全体を統括する組織もなく全国的な統計というのは不可能だった。例えばイギリスでも18世紀までは優勝した場所に賞品が与えられていた。法律で競馬の賞金は最低でも50ポンドを用意することと定められていたが現在2000ギニーが行われているニューマーケット競馬場では例外で優勝馬には 国王からエクリプスの毛を織り込んだムチが可視されたが、これには50ポンドの値打ちはなかったと考えられている。イギリスの古い時代のリーディングサイヤー統計では、こうした商品も貨幣に換算して統計化されているが、商品の価値の取り扱いによって順位は変動する。ありがとうございます。